どうもこんにちは。こんにちは、関西ゲームエイト北村です。増井です。はい、今日は緊急事態で、はい、喋ってこいと、そうですね、言われまして、はい、ここへ来たんですけど、はい、大箇所、はい、水曜日は結構な雨で、はい、取材も大変やったんですけども、はい、みんな熱っぽく張り切りを消化して、はい、しかも今回は最近トレンドになってますけど、はい、関東馬がね、そうなんですよね、早めに入球してね、ビシビシ今回もやってますよね、はい、実力馬ばっかりなんで、はい、この辺の馬にやっつけられるんかなと思いながら、うん、取材してたんですけど、はい、最終的に、はい、担当厩舎にちょっとクセ者がおりまして、はい、そこから行くことになりました。僕はお願いします、はい、はい、僕はイフェイを本命にしました。はい、ね、まだ体がね、はい、バシッとしてなくて、はい、2週前の追い切り、はい、ふにゃふにゃ、うん、で先週も1週前3飛ばせで内に突っ込んだんですけど、はい、うん、エンジンかかるまでやっぱりウッドチップのコースだと時間かかるんですね、はい、ただエンジンかかったらそこからグググググっとくる、はい、レース調教はもたもたしてるんやけど、うん、勝負に行った方が反応がいい馬で、はい、とりあえずそのセンスとか、うん、で勝負根性、はい、一瞬の速さも、はい、新馬戦でも見せてるし、はい、結構ねフェアリーステークス勝ちでみんな忘れられてるけど、うん、この馬おもろいぞって思っちゃって、うんうんうん、でまあ悩んだんですけど、はい、もうどうせこのまま馬券買うやし行ったらええと思って本命にしました、ね、うん、ちょっと狙ってます。そういう G1 ですもんね。そうそう、先週ベラジオペラでね、はい、高く当てれたんで、はい、ちょっと、ハメを外す、はい、はい、狙っていっちゃいます、はい、まあ僕もねちょっとまあ、というかダークホースからね狙ったんですけど、ライトバック、あ、これがまあキャリア参戦ですけどね、うん、まあアルテミスあたりでもね折り合いがつかない中でも、うん、まあね、ポテンシャルの高さを示してくれましたし、前走も、ね、かなりのスローペースで、うん、どうかなと思いますけど、間割って、ね、そうそう、抜けた時の足も速かったですし、まあ、気象面考えたら明らかに G1 の、ね、うん、よどみないペースの関係だと思いますし、うん、まあ、ここに週の動きもまあ文句ないんで、間入れてな、そうですね、うん、なかなか若い先生だけど、うん、そうですね、ね、凝った調教してるよね、凝った調教、うん、まあなんていうんですか、まだホームとかはね、うん、ちょっと全部が連動してるかなって言われたらそうではないんですけども、うん、まあ、坂井隆成ジョッキーも2回目なんでね、うん、まあ、その人馬のコンタクトっていうところでももう一段上昇度があると思いますんで、うん、ちょっと僕もここは思い切って狙っていきたいと思います、ね、はい、去年はね、はい、リバティがいたから、はい、ちょっと仕方ないな的予想な感じだけど、はいはい、今年はちょっとね、うん、2人ともそんなに穴狙いの2人じゃないんですけど、ちょっと狙った予想してます、はい、そうですね、で、まあ、関東馬、はい、出る馬たち、はい、もちろんそうですね、素質馬たくさんいるんですけど、はいはい、その中で一番動きよく感じるのはどれですか。まあね、どれもまあ良かったと思うんですけど、僕はね、動きだけならあそこリピチェーノかなと思ったんですけども、うん、まあ、成長度というか総合力で僕は対抗ステレンボッシュにしたんですけどね、やはり前回がちょっと出負けもしてね、うん、直線も、うん、なかなか探しつつの中での、まあ、2着なんで、まあ、あれ以上の走りは今回できるであろうと、うん、まあまあ立冬滞在も今回ね、うん、まあ、本当に、順調に来てるんで、うん、うん、まあその辺はもう、うん、ほんま甲をつつけたりとかね、まあまあモレーラジョッキーっていうところも含めて、うん、狙っていけるかなと思います、はいはい、チェルビニアもね、うん、今週なんか本当こうオーバーワークならんように走らせてるような、はい、ほんと間に合ったじゃなくてちゃんと整ってる感がありますしね、うんうん、関東馬はほんまみんな立冬での調整をすごくうまくできてるかなと、はい、もう上積みないやろと思ってたコラソンビートすごい熱っぽい調教してますし、うんうん、みんな本当侮れないなと、うん、いう感じしますよね。新エンペラー知るとけてましたね。新エンペラー本当に一生持ってんのにね、来週は、はい、まあ、取るかなって言ったけどね、うん、あとクイーンズウォークなんかも僕は対抗なんですけど、はい、ちょっと力が違いすぎた競馬をしてるから、うん、逆にくしゃくしゃにされてないよね、はい、その辺がね、うん、G1 で内目の枠引いて、うん、ポコッと出ちゃったりして、はい、ぐちゃぐちゃっとやられた時にどんだけ冷静に走れるかっていうのがテーマやと思うんですけど、うん、どの馬があっさり勝ってもおかしくないようなメンバーやけど、はいはい、本当こう、うん、上位拮抗というか、そうです ね、いい混戦ですよね、うん、ハイレベルの混戦ですよね。そうそうそう、だから本当楽しみな、うんうん、レースやと思いますね、はい、
ほぼ結論出てないんですけど僕らはそういう狙い方しますんで、はいはい、まあ、ご参考に、はい、してみてください、はい、ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。思ったことが半分ごめんなさい。いやいやいや